こんにちは、速稼塾の久保です。このコーナーはガチンコマッチョクルバといいまして、私が主催しているわけではありませんが、私のね、速稼塾の塾生さんのガチンコマッチョクラブ塾長のこのね、マスターのミスター M さんがお送りするコーナーになってます。いや、ビジネス成功しようと思ったら健康でなければいけませんよね。もう少なくともね、お腹が出ている肥満体ではなかなか根性も出ませんし、ここ一番って時に物を言うのは体力なんですよ。例えば何か作業を継続するときって疲れやすかったら継続できないですよね。集中力切れやすくなったら、これもまたね、暗記にも支障をきたしますよね。それからいろんなところに飛び回る瞬間ってあると思うんですけども、疲れやすかったりすぐ眠たくなるような、こういうふうなね、いわゆる虚弱体質だとビジネスって勝ち残っていけないんですよ。そう考えると日々体を鍛えておくってことは非常に大事になってきます。特にネットビジネスを志す方っていうのはどうしてもね、座り仕事が多くなっちゃうんですよ。そうすると腰も痛んできますし、体幹もずれてきます。それではやっぱりここ一番の時に勝負に負けちゃうんですよね。そして、ね、ビジネスうまくいく人ってみんなね、体がね、シャッとね、スマートなんですよ。そういうふうな見た目も成功者っぽく見えるというところで、一定のプレゼンの効果あるんじゃないかなと思います。そして何よりもね、継続的に体を鍛えるこの継続力っていうのはビジネスにそのまんま生かしていけるんですよ。ということでね、ガチンコマッチョクラブで私も学んでいます。体力をつけて、お腹をね、キュッと引っ込めて、いい体、そして強靭な肉体に強靭な精神を宿らせるというつもりでね、一緒に学んでいきましょう。それではミスター M さんのね、動画をこれからもお楽しみに。それでは、いってらっしゃい。